はい皆さんこんにちは村長スタジオです普段私は DTM の解説動画などを主に作っています。その時私は文字のキーボードタイプが遅いので OBS を使って生声で撮った解説動画をブリューという無料の音声認識ソフトで分析をしていわゆる文字起こしをしています。OBS で撮影した動画は一旦ダヴィンチリゾルブに読み込んであらかたカット編集をします。 そしてそのファイルを書き出しします。そしてブリューに書けるわけです。ブリューの画面は簡単にご紹介しますと、このような画面で音声をテキストに変えているわけです。ちょっとだけ聞いていただきましょう。キャプテンプラグインズエピックのお話をしていきましょう。前回はキャプテンコードを中心にお話ししました。はい、こんな感じで文字起こしをしています。そしてその後、ファイルから他の形式で、 エキスポート、字幕ファイルというのを選択しまして、SRT 字幕ファイルというのにしています。このような感じで書き出しをしているわけです。話は本題に戻ります。SRT 字幕の形式を、ダヴィンチリゾルブでは読み込めるように、うまくなっています。ファイルメニューから、読み込みというのを選びまして、字幕というのがあります。それで書き出した字幕を読み込むわけです。 先ほどのブリューで書き出した SRT のファイルです。これを開きます。すると今、赤くなってるのが読み込んだファイルです。トラックは作ってあってもなくっても、これを引っ張ってくるだけで字幕を読み込むことができます。このように読み込めたわけです。その時には、ここにまだ字幕が何も表記されていません。 これは字幕トラックの有効化になっていないからですここで有効にしますとこのように字幕が出てきましたちょっと白い文字だけでは見にくいですよねここで書式の変更などをしていくことになります字幕のいいところというのはこのように右のインスペクタのところでキャプションとスタイルというのになっていまして スタイルというところで書式を設定し直すことで、すべてのところに一括で指定ができることになります。ちょっとやってみましょう。もう少し文字を大きめにします。ここでスケールで拡大しても OK です。こういう風にですね。そして今度は文字の色を変えていきます。文字は黄色にしたいと思います。そして縁取りをします。 縁取りはストロークというところでできるようになっています。赤で縁取りをしたいと思います。そして線の太さを変えます。初期値は1になっておりますが、これを膨らましますと、このように線が太めになります。そしてドロップシャドウなんかも使えます。ここで X と Y の値を若干ずらします。 ここういういとで影を作れます。そしてブラーでぼかし度合いを変えますまた不透明度なども変えることができますこのようにしますと別の場所で確認してもすべてが同じ書式になっていますちょっと字幕にしては y の値が上にありすぎますので。 少し変えてみたいと思いますこのようにですねさらに見やすくするために背景というのをつけることもできます背景の色も少し変えてみましょうこういうことですねそうしますとこのように文字の長さに合わせて背景も変わりますのでもうこれで一括して 字幕の書式が設定できましたただし部分的に色を変えたりしたい時も多分あると思いますそういう時はこのキャプションタブを選択しましてここにスタイルタブの設定をしようというのがありますのでこのチェックを外します外すとこのキャプションだけが別でスタイル設定ができるようになりますがここで見ていただいた通り ドドロップシャドウなどの項目がありません。ここでできることは文字の色このように文字の色を変えたりサイズを変えたりということだけでそれ以外のところは変えれません位置の設定は画面でこのようにずらしたりすることができますこのように字幕トラックを使えば この時間軸にちゃんとキャプションが入りますので、とっても便利です。私はこうして動画の字幕を、文字を打ち込むのではなく、ブリューで文字起こしをして、時間軸に合わせて、SRT ファイルで読み込んでいるということになります。そうすれば時間に合わせたキャプションが、つくようになります。ちょっと再生してみます。少し画面を大きくしておきます。 ははい皆さんこんこにちは村長スタジオです今日は画面にありますようにシェイイククストライク2というこのようにして字幕が作れるわけですそしてまあ今日の主題ではないですけれども私の生声をキャラクターボイスに変えていますそれにはボイスボックスやボイスピークそれらを使って音声を作り出しています キャラボイス音声というのはこんな感じですはい皆さんこんにちは尊重スタジオです今日は画面にありますようにシェイクストライク2というこのように音声合成ソフトでキャラボイスに切り替えていますいかがでしたでしょうかこの音声を自動で変換できるソフトはドワンゴの開発チームでゆかりネットコネクターなどの開発をしている なおさんに協力していただいたりしてボイススマートというそれらの連携機能を使ったシステムを構築しまして私たちの生声をとっても短い時間でボイスボックスボイスピークなどと連携してキャラクターボイスに変えれるシステムを皆さんに無料でご紹介していますまたそちらの方の動画も随時作っていきますのでチャンネル登録などをしてご期待ください 今日は SRT 字幕の読み込みということをダヴィンチリゾルブ18のベータバージョンで解説させていただきました。尊重スタジオでした。まったね。